今年3月7日に俳優の玉木宏さんが主演のスペシャルドラマ天才探偵御手洗南海事件ファイル傘を折る女が放送され、 KinKiKids の堂本光一さんが約7年半ぶりにドラマに出演したことから大きな話題になりました。そして今回同シリーズが映画化されるとの噂が浮上しており、注目が集まっているようです。以下サイゾウウーマンの記事からです。KinKiKids 堂本光一が3年ぶりにソロツアーを開催することが発表された。1から8月にかけて全国5カ所を回るアリーナツアーで、同時期には相方の堂本剛もソロツアーを開催するという。そんな光一がおよそ8年ぶりにドラマに出演したことが話題となった。今年3月放送のスペシャルドラマ天才探偵御手洗南海事件ファイル傘を折る女、光一は玉木宏演じる天才探偵御手洗教師の親友塩川和美を演じたが、同じキャストによる別作品の映画化の噂が浮上し、ファンの注目を集めている。多くのミステリーファンの支持を得ている作家島田庄司の御手洗教師シリーズ、初のドラマ作品は視聴率 8.6% と微妙な数字を記録し、島田氏はツイッターで、これは第2弾微妙だねとリアルな感想を吐露。とはいえドラマの最後には To be continued と表示されており、続編を期待する声も上がっていた。原作の島田氏は光一主演ミュージカルエンドレスショックを感激したそうね。4月18日には自身のツイッターに、堂本光一さんの手書きメッセージの入った劇場のお礼状来たよと直筆メッセージの入ったお礼状の写真を掲載。関係者しか見ることもできない貴重なお礼状を公開してくれたとあって、ファンからは感謝の言葉が漏れている。一方お礼状をアップしたツイートでは、毎月どうしても消さざるを得ずリツイートしてくれたみんなごめんなさいねとファンに謝罪をしています。これは17日のツイッターで光一の話とともに、星かごの海今月末から撮影開始で忙しい彼のために脚本を工夫して待っているとつぶやいたことを示唆しているよう。シカゴの海ザ・クラックウォークカレントは2013年10月に発売された御手洗シリーズの一作ですが、広島県の経済情報誌経済リポート4月10日号には、玉木&堂本の組み合わせで映画化されるとの記事が掲載され、ファンの間で騒ぎになっていました。その経済リポートには、広島県福山市で5から6月にロケを行い、企画は映画制作会社クロスメディアであること、さらには監督や音楽担当の名前まで記載されていた。しかし経済リポートウェブ版では訂正とお詫びとして、映画星かごの海の記事に関して映画スタッフ出演者は未確認情報で誤りでしたと謝罪している。すでに福山市内の大学ではエキストラの募集が開始しており、映画の制作自体は進んでいる模様。光一の起用について公式では未発表の状況ですが、島田氏が忙しい彼のために脚本を工夫して待っていると綴っていたこと、経済リポートのフライング掲載からもすでに確定しているでしょう。ファンからは早く正式発表してほしい、脚本はジャニーズ側からの承認待ちかなどと期待と不安の声が入り混じっています。13年末にはテレビ情報誌 TV ファンのウェブサイトが、嵐相葉雅紀主演映画ミラクルデビクロ君の恋と魔法の情報をプラグインで掲載、その後記事が削除されるという一件が騒ぎになったが、今回は原作者六崎とみられる福山市関連からも映画の情報が漏洩しまっているというぐたぐたぶり。まずは映画の公式発表を心待ちにしたい。これにネットでは、原作読んだ時は面白かったんだけど、やっぱ2時間だと間延びするね、果たして映画がどうなるか、演出や流れのもたつきはちょっと気になったが、なんだかんだ言って原作の組み立てがしっかりしているからやっぱり面白かった、映画にも期待したい。最初は面白くて見れたんだが途中で眠くなった、全体的にメリハリが足りない、原作も動きが少ない話だから仕方ないけど、映画ではもっと激しい起承転結と出演者たちの遊びの部分の会話が欲しいな、などのコメントがありました。島田さんがツイートし、さらに経済リポートにも記載されていたとのことで、映画化されドラマに引き続き玉木さんと堂本さんが出演するのは確定のようですね。
堂本さんは2008年以降映画には出演していないようですから、ドラマに続き映画にも久しぶりに出演するのはファンにとっては非常に嬉しいニュースで、正式な発表が待ち遠しいことでしょうね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。もし動画を気に入ってもらえたら、こちらからチャンネル登録もよろしくお願いしますね。それではまた次の動画でお会いしましょう。